ウォーターボールウォーターボールとは、1997年に、イタリアのモンツァにある、ビズイット社のチャールズ・ジョーンズが開発した、水上遊具。ウォーターボールの本体の素材は PVC で、直径8フィートの透明な球体。空気を入れて人間が中に入り、水上に浮くことが可能。泳げない人でも、水上散歩を楽しむことができる。新しいウォータースポーツとしても注目されている。また、 ボールが透明なため水中を観察する環境体験にも活躍している。ウォーターボールの中では座ったり寝転がったりハイハイ状態で遊ばれることが多いが立ってうまくバランスを取ることができればある程度歩き続ける、また走り続けることもできる。最近では海外同様に様々なサイズでの透明なボールが水上バルーン、ウォーターバルーン、アクアボールいった 様々な名称で使用されている。ビズイット社はパテントを取りオリジナル商品としてアメリカ、EU、南米、東南アジア、中国など世界40カ国に向けて販売している。日本では2009年に大阪にある NPO 法人日本ウォーターウォーク協会がビズイット社とのライセンス契約を結んだ。しかし他団体がウォーターボールという名称で商標登録しているため、 ウォーターダッシュとして活動を展開しているビズイット社曰くインターネットでウォーターボールが話題になってから色々なサイズが中国をはじめ各地で名称を変えて出回っているとのこと発明者のチャールズ・ジョーンズによると日本国内でチャールズ・ジョーンズブランドのオリジナルウォーターボールを使用しているのは大阪にある NPO 法人日本ウォーターウォーク協会のみで それ以外の類似品の製造元は明らかになっていないとのこと。日本国内では、ウォーターボールが、販売、レンタル等に関しては、大阪の NPO 法人日本ウォーターウォーク協会、メディア、放送番組の制作、体験会、イベント等の興行の企画、運営、開催等については、滋賀の任意団体、ノイス日本ウォーターウォーク協会が、登録商標として、 特許庁に登録している。インターリコムでは、イズグランパル、公園内カッパ広場にて現在、ウォーターバルーンとして、毎日運営している。ファーストニューでは、アクアボールとして、製造、販売している。コロンコロンボール、水上歩行ボール、ウォーターバルーン等の名称で、イベント企画会社などを通じて輸入され、日本国内に拡大しつつあるようである。NPO 法人日本ウォーターウォーク協会の、 ホームページによると waterball.jp のウォーターボールについてはウォーターダッシュに名称を変更して日本各地で仮設プールを使用して子供たちの集客イベントを開催している。ありがとうございます。